Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Wow. Wow. Hi,中学校3年生の時のクラスが一緒だった。うん、一緒で、で、なんでか分からんけどずっと同じ班やった1年中なんかお互い人見知りだったから心開いたかな、打ち解けてきたっていう感じは、なんか班のもう1人2人の子と喋って遊んだり、うーん、しりとりしたり、しりとりしたりしたねこれは東京の修学旅行、そう、ユニセフって書いてあるみんな笑ってないけどそうや、撮った写真、ここに向かうために電車乗り過ごしてやばいってなって走った後一息分走った後、一息分爆走した後のみんなの写真疲れとる誰も笑ってない卒業式の日に自分がメールの連絡先を頑張って聞いて、当時は LINE がなかったから、そう、 LINE なかったもんね、メールし合ってアドレス交換して、そうそうそう、ちょっとメールするようになったんだよね。そうね、これは3年生の体育祭で応援団やっとって総合優勝して、うん、この優勝旗を持っとったら、なんかミオの友達に写真撮った方がいいって言われて撮った写真めっちゃ笑ってる、うん、楽しそう、ね、楽しそう。では卒業式の今からダイヤはこれから浪人、ま、た 1年浪人しますよっていう時の顔で、ミオは大学生、そうですね。 You're the wind in my sails, you're the pull of the sea、You're the wish in the well, you're my faithful belief. まあ、うちは一人親シングルマザーだったので、一人で仕事もして僕も育ててっていうのですごい大変だったとは思うんですけど、まあ、今働いてみて子育てしながら自分も働くってすごいなって、子供第一に考えてくれて育ててくれていいお母さんだなって思います。生まれた時はあんまり覚えてないですけど、可愛い弟ができたっていうのと、お兄ちゃんにならなかんよってよく言われてたような気がします。おじいちゃんがご飯よく作ってくれたりとか、学校の送り迎えとかしてくれたりとか、まあ、いろんなところに休みの日に連れてってくれたりとかしてたので、まあ、おじいちゃんというよりかはお父さんみたいな存在でもあり、おじいちゃんでもあり、部室でわちゃわちゃしたりとか、まあ、普段の部活頑張ったりとか、勉強以外だと高校はわりかし部活の記憶しかないので、かなり頑張ったし楽しかったし、まあ、青春って感じでした。ユニフォームがあります。変わってない、多分一緒これほこりかぶってますけど、たまたま見つけたんですか、たまたまここにすごい、子供たち優先っていう風な感じで、私たち兄弟3人のことを第一に考えてくれて、何でもやりたいことだったりとか、私たちの意見とかを一番に考えてくれる人でした年が離れていた分、小さい頃とかは
結構話題とかがあんまり合わなくて喧嘩とかもたくさんしてたりしてたんですけど、今はすごい仲良しです。小学校の時に水泳で25メートル泳げないとちょっと居残りさせられるかもしれないっていう噂を聞いた時に、全然泳げなかったので水泳ちょっと始めてみようと思って始めたら、10年くらい やることになったっていうか、そのまま続けて やってました。ずっとこの頃から仲いい子がいて、一緒にずっと水泳やってきた子、このメンバーのまま小学校に上がってたので、ずっとみんな仲良しで過ごしてました。僕は1年浪人しちゃったのであれだったんですけど、でももともと岐阜大学を2人で目指しとったっていう感じで、ミオが先に行ってしまったので僕は意地でも岐阜大学に受かりたいってなって、ちょっと頑張りました勉強を。大学生活は、1年間浪人して入って、もう周りすごい賢い子ばっかなんじゃないかっていう風で入ったんですけど、意外と喋りやすい人だったりとか、アホな子も、アホというか変なことばっかり言ってる人も多くて楽しい生活でした。中高続けてきたバスケをずっと続けてて、そのまま大学でバスケ部入らせてもらって、そこで仲間もできて、結構苦楽を共にするような仲間と出会えて、卒業試験だったり国家試験だったりを一緒に戦って勝って、みんなで一緒に医者になれたっていうのはすごいいい思い出だし、これからも一緒に関係築ければいいなっていうふうに思ってます。大学を卒業するってなって、みんなでナース服で撮った写真で、15人くらいでみんなで仲良く大学生活を送った、すごいとても仲良しな。高校の時に仲良かった友達で久々に飲みに行った時の写真で、あの時はああだったねっていう話をしながら、たくさん楽しく過ごせた。大学の時に仲良かった子たちと一緒にバーベキューを川沿いにしに行った写真なんですけど、この砂浜のところまで車を運転しちゃって、そこからタイヤが回らなくなって車が動かなくなっちゃった時に、お父さんに話したらすぐ助けに来てくれて、すごい楽しかったけど、結構散々な雨だったのもあって結構大変だったなっていう。いつでも笑顔で接してくれるところですかね。自分が浪人した時も明るく接してくれて、すごいそれに救われたし、普段の生活とか仕事終わって帰ってきても、わりかし笑い話とか自分がポツッと喋ったことでもすごい笑ってくれて接してくれるので、それがすごい救いになるし、素でいれるので楽しいですね。料理もできるし、なんかいろんな知識を持ってたりとかして、すごい生活する上で頼れることがたくさん多くて、そのところも好きだし、あとは優しいところが好きです。以上です。明るくて楽しかったらいいかな、笑ってたいね、うん、どんだけ年を取っても笑ってない子供が生まれて子育てとかもすると思うけど、
みんなで楽しく、楽しく過ごせればいいね、かな、はい、はい。